欧州為替相場メカニズム。欧州為替相場メカニズム。欧州為替相場メカニズム。英語表記。ヨーロピアンエクスチェンジレートメカ。略。ERM は、ヨーロッパにおける為替相場の変動を抑制し、通貨の安定性を確保することを目的とした制度である。欧州委員会は1979年3月。 欧州通貨制度の一環として欧州為替相場メカニズムを取り入れ欧州連合における経済通貨同盟や1999年1月1日単一通貨ユーロの導入に備えた欧州為替相場メカニズムは批判を込めてエターナルリセッションメカと言われることもある欧州為替相場メカニズムは為替相場変動幅の固定という概念に基づいているが 定められた変動幅において、為替は値動きする。ユーロ導入以前は、為替相場は、欧州通貨単位によるものであり、欧州通貨単位における、為替価値は、対象通貨の過重平均として決定されていた。2通貨間のグリッドは、欧州通貨単位で表される、セントラルレートに基づいて算定され、パリティグリッド、2通貨間の変動は、プラスマイナス2.25。 パーセントの範囲内に抑えられており、ただし、通貨の一方が、イタリアリラである場合はプラスマイナス6パーセントの範囲まで認められていた。また市場介入や、ローンアレンジメントによって、対象通貨の変動幅以上の値域が回避、されていた。もともと ERM は、ドイツマルクの増加を防ぎ、ドイツの競争力を維持した国の競争力を落とす、ことを目的に作られたものだった。 1970年代後半、デニス・ヒーリーが英国の財務大臣だった時期にヒーリーは ERM は罠であると悟った。そして労働党政権は英国の ERM 加入を見送った。その後政権交代が起こり、マーガレット・サッチャー保守党政権が誕生する。そのサッチャーの政策の一つが ERM 加入反対だった。サッチャーの側近らが英国を ERM に、 加入させたがっていたが、サッチャーはカくなに反対していた。結局は即近らに押される形でサッチャーは1990年に ERM 加入を認めるが、その2年後に英国は ERM から離脱することになる。1979年、アイルランドが欧州為替相場メカニズムに参加したことにより、アイルランドポンドはポンドスターリングとの投下性を失った。 欧州為替相場メカニズムの開始直後に欧州為替相場メカニズム対象通貨でないポンドスターリングは全欧州為替相場メカニズム通貨に対して上昇しアイルランドポンドとパリティを続けていたならばアイルランドポンドは変動政権幅を超えた値動きをしていたと考えられる1 9九十年イギリスは欧州為替相場メカニズムに参加したが1九十二年には 対象を余儀なくされた。これは、ポンドスターリングが、ジョージ・ソロスなどの通貨を対象とした、投資家の巨大な圧力を受けたためで、このため1992年9月16日に、発生したポンド危機は、ブラック・ウェンズデー、暗黒の水曜日と呼ばれるようになる。イギリスは、ポンド危機の対処のために数度の政策転換を繰り返し、結果1992年以降の後継気をもたらす。 ことになった。このことから一部からは、ポンド危機器をホワイト・ウェンズデーと呼ばれることがある。また、イギリスが1990年代初頭に不況に見舞われたことから、ERM を高級的不況メカニズムと揶揄する者も,もいた。イギリスは、為替相場の変動幅を抑えるために、金準備を含め60億ポンド以上を費やした。1993年、 フランス・フランなどの通貨に対する投機に対応するため、変動政権幅を15%まで拡大した。1998年12月31日、ユーロ圏諸国の欧州通貨単位との為替取引が終了し、欧州通貨単位と投下で、ユーロとの取引に移行した。1999年、欧州為替相場メカニズムは ERME に移行した。ギリシャドラクマと、 デンマーククローネが ERME の対象となったが、その後ギリシャは2001年にユーロを導入し、デンマーククローネのみが唯一の対象通貨となった。ERME 対象通貨はユーロを基準とするセントラルレートに対してプラスマイナス15%の変動幅とされ、クローネの場合では、デンマーク国立銀行は1ユーロイコール7.46038をセントラルレートとして、また、 より幅の小さいプラスマイナス2.25%を変動制限幅とした。2004年5月1日、欧州連合に新規加盟した国の10の中央銀行が ERME 中央銀行協定を締結し、各国通貨は異なる相場で ERME の対象となることが相互に承認された。エストニアクローム、リトアニアリタス。 スロベニアトラルは2004年6月28日に、キプロスポンド、ラトビアラッツ、マルタリラは2005年5月2日に、スロバキアコルナは2005年11月28日に、それぞれ ERME の対象となった。2004年5月1日に EU に加盟した規模の大きい3つの国の通貨、ポーランドズボーティ、チェココルナ、ハンガリーホリンとも、将来的には、 erme の対象となることが見込まれている。ブルガリアは当初2007年に erme の対象となることが見込まれており、欧州委員会の決定とは関係なく erme の規則に従っていたが、未だ実現していない。一方でルーマニアは2010年から2012年までの erme 入りを目指している。ユーラを導入していない加盟国は ユーロ圏入りの最低2年前までに ERME に参加する、つまり ERME に参加してから2年以上経過することがユーロ導入の条件の一つであることが求められている。スロベニアは2007年にユーロを導入しているため、スロベニアとラルは ERME の対象から外れた。2008年1月1日には、 マルタリラとキプロスポンド2009年1月1日にはスロバキアコロナもユーロに移行し ERME の対象から外れたスウェーデンは通貨切り替えに必要な修練基準を満たすために ERME 参加が予定されているが1990年代初頭に深刻な通貨危機を経験したため ERME 参加を渋っている理論上ほぼ全ての通貨は 基準値のプラスマイナス15%までなら相場が変動できることになっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。